ではこちらの準備も整いましたんで、では、第1回 KOF98 アルティメットマッチ、ファイナルエディション大会、開催いたします。まあ、ルールに関しては、あー、まあ、ゲームが止まるバグとかはさすがにないと思うんですけど、まあ、そういうのは禁止ということで、でまあ、今回、キャラ、はい、決めていただいたキャラで、通して戦っていただきます。途中のキャラ変更はなしで、モードの変更 EX なりアルティメットなりは変えていただいて結構です。はい、では曜日予選からですね、進めていきます。ではエスパーさん対徳川家康さん、お願いします。では歌舞伎屋の方の影響会ですかね、お願いします。側が、エスパーさんの、ダイモン・クラーク・タクマのチーム、 2P 側がジョーカーさんで、失礼しました、徳川家さんですね、とクラーク・ハイデル・浦屋城と、先行戦はダイモン対クラーク。さあ、開幕クラーク転ばして、あとダイモンが飛び出した反撃依頼して、これはしっかりと、さあ、ぶっ飛ばして画面端まで追い込んでいく。さあ、クラークは回しからで追い返してガーキャン吹っ飛ばし、さあ、フィールドは画面中央から、だんだん押し込んでいくが、嵐の山で反撃。さあ画面端へ、ロートで、まずぶっ飛ばして、足場だけ、追い返して、打ち返して、ぶっ飛ばし、さあ、強化、アルゼンチン、追い打ち、お互い、際痛い体力、ダイモンが蹴り飛ばす。次に出てきたのはハイデルン投げて、ジャンプ台のことを絡めてシャガ台がヒット。お互い体力満タンの状態の2人目、クラーク対ハイデルン。さあ投げ出して追い返して、向かってきたところ大パン特集ぶつかって爆発、かなりの大力差が開いてしまう。ガーキャンから近づいていくか、さあもうクラークの体力はかなり際いところ、さあ長い足にベリッと当たって出てきたのは大将のタクマ。ファーシストで飛び道具の試合から中間での足払いが長い。バケットですよ、足払いが長い。残鉄が空振り、じわりじわりと体力減っていくが、ストームの空振りにリュウコロンブが入る。ちょっと前線の割り際にヒット、これで体力かなり切っていくことになったか。
はムースラッシャーが入って、勝ったのは、徳川家康さん。それでは1回戦の第1試合ですね、カットさん対藤島さんでお願いします。右側が藤島さんの、ブラウザーハイデルンエイジ、ツピ側がフカットさんのベジマルがフジブラヤシロですね。ぶっ飛ばしていくぞ。さあ、ちゃんと追い返す。手を離していくぞ。さあ、ちゃんと追い返す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 。ゴリゴリと押して押してハーゲンの火力どんどん減っていく。フライクドリルパーラーゼリースタンダー入って横行いく。アップジャックからしっかりつないで、ベニマルがセーフティーに対象で出てくるのはエイジ。移動投げがヒット。勝ったのは、カットさんですね。では次の試合、天使飯さん対、ジョーカーさんでお願いします。
側がジョーカーさんの裏キングユリマッチは、2P 側が、天津飯さんの、ユリ山崎キング。では表ユリ対裏ユリ、さあ端っこで表ユリ側がガンガン押し込んでいく、さあちゃんでとりあえず吹っ飛ばして、さあこれで投手が変わるんでしょうか。押し込んでいくわ、投げるね、じわりじわりと近づいていく、さあ中間ボールでは代用が飛ぶ分ライブの方はやりやすいんでしょうか。さあ端に追い込んで、これはバージョン1点で逃げる、場所が入れ替わって中央投げが最後に決まる、さあ裏ユリが勝ってマチュアを引きずり出して、さあどうぞライオン飛ばしながら、やればまたまた決まっていく、ぶっ飛ばしが生肉と、さあ青が当たって、さあマッチは結構最後に出づらくて攻撃状態、さあ近づきたいが飛び道具がなかなか近づかせてくれない、おーゲマヒット、絡めながらユリがガンガン押していく、マックスハオはかわされてそのままキングが決める、さあウラキング対ウラキング、距離を詰めて、さあ投げて場所が入れ替わる、さあ電源で抜けようとしたところしっかり投げて、もう一度トラップ、さあ飛ばして、まあ、下は離さない、さあワンクーバーの裏とか体力全滅で結構きつい状態よ、ジャップジャップトラップ、ね、では勝ったのは天津飯さんですね。では次の試合、マックスさん対デンさんでお願いします。ワンピー側がマックスさんの、
表量、今日は黄色供給側が全3、剣数たくま最終足から来ませるから今日が押し込んでいく連続キックで叩き落としてさあ端っこからどんどんラッシュをかけていくさあ虫ストレアガードスタキックキャンセルで反撃ヒットを落として中段ヒット最後までいけるか反撃は入らずさあ足払いが取れまして飛びからしゃが弱左目最後が出てくる画面端まで連れていく投げてさすがバッグが外れたところは全然ね間違えで帰るさあ虫ストレアガード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 虫ストレアガあのはマックさん。ゲームオーバー。それでは1回戦のラストの試合、たくまさん対徳川家康さんでお願いします。ピーバーはタクマさんの今日タクマ亮、ツーピーガーが徳川家康さん、クラークハイデルン浦谷白と、さあ開幕先行戦は今日対浦谷白、さあガードポイントで荒垣がヒット、さあ、全国の大ヒットがばらまきながら、お客様の体力奪っていく。さあ、長い足で、全国ヒットの現場を潰す。飛ばしがヒット。さあ、リーチを生かして、八代がワンクステッチと、体力奪って、近づいて、ボールを投げ、さあ、叩きつけて、今日の体力奪って、先から結構偉いことに。背の長い足でまずは八代が先行の強を潰す、2人目開幕に動くのも投げ、さあバーコンテンツが続き上げよ、中間距離でペチペチと社が長い足をばらまいて、
ここで八代の二人抜き。さあ大将のタクマ。さあ後半から。大島の投げが入る。さあ大島側は結構体力半分ぐらい減らされて、長い感じなんですが、ガーケン吹っ飛ばし、さあ飛んでるところに光剣がヒット。さあ大将のタクマ2人目のハイゲルを引きずり出す。全然のところに下がりそうで、これまた先制でハイゲルのペッペッペッとダメージ奪う。さあこれはリュートランプで回り込んでいった。光剣が空振ったところ、しっかりコンボつなげ、勝ったのは徳川家康さん。では準決ですね、カットさん対天津飯さんでお願いします。側が、天津飯さん、ユーリー山崎キング、2P 側がカットさんのベニマルクリスヤシロト。
ースです。右側が、ガリガリ奪われてくるわ。もう一回入って、ダブルストライク。さあ、今の割り返してきたんでしょうか。ジャンプ台が入る。最初どうし、キング対ヤシロ。今、キング側対ロが、なんか前に出てることでしょうか。全然15分の1で今は体力。投げて。さあ、バトンとは手配しに求める。さあ、ここで体力入れ替わった。これは一度こっちがしっかり体力決めた。さあ勝ったのは、カットさん。準決もう一つの方ですね、マックスさん対徳川家康さんお願いします。ゲームオーバワンピー側が徳川家康さんのクラーク入ってるんやしろ。ツッキー側がタクマさんのでマックさんの両強やしろですね。やしろ対強からのスタート。お互い上場とりあえず上げて、飛びが通ってマックス発動するが使ってしまう。反発技ながらも最後の右足はステージにして長い足はヒットで、足のがまずは手を潰して、後ろ対両肩、あとスピードが積み重なるとそこそこいいんじゃないですか。よっ、奪っていく。さあ移動で、そこが前線から小花火入って、ジャガジャクでやられてしまうが、そこの足も十分仕事してないでしょう。さあクラーク対量、ただ足前線から完全にこういう強攻でしたら決まる。最強のヤシロ、ここから右投げ、そう、中盤でいきなりのゲーマーで結構速度が速い。
ベリー。たくまさんですね。では決勝戦ですね、パットさんではマックさんお願いします。そうしましたら、第1回、KOF98 アルティメットマッチファイナルエディション大会の決勝戦、1P 側がマックスさん、2P 側が、カットさん、先鋒戦は強対ベニマル。さっきから荒金までと。さあ6番からの発射を入れて。さあロッドで近づいてきた。片手まで追い返す。さあ払いから荒金近く。さあ5番投げでベニマルが攻めていく。これはガードサイドが反応がヒット。ライト線の終わりはこれは幅切れなかった。さあオロチ投げの残り火が当たって、まずは今日は1人ゴー。さあこのキワキワな体力でゴーがどれだけ仕事できるか、オッとジャッパラックで投げてほしい。投げてこれが投げまで入ってクリスマス崩す。さあ体力タイプ入れても動画は十分仕事したんじゃないでしょうか。さあやってくださいクリス。追い込んで、クリス側が端の奥まで5枚投げ入って体力崩す。ちょっと足払い、裏押しの同点足が買いますのでちょっとヒット。さあグラビアコースでスピードを投げ、体力を奪う、引き下がって追い返して、ここから飛びから最後これは終わってしまうか。そしてここまでがごっそり持っていった。では今回第1回大会、優勝はマックスさんになります。おめでとうございます。